パソコンの授業で検索履歴がバレる陰キャ。今日の情報の授業はパソコン使うからコンピューター室に移動して。PC って自分のやつ使っていいのかな？お、かっけー！今日のために持ってきたの？いや、普段からこの PC は学校で使ってるよ。え？家に無線 LAN ついてないの？家はわざとつけてないから。なんで？だって学校の Wi-Fi 使えば、ただじゃん。オフ無線だ。何を優先してんだよ。おい。お前、マイパソコン持ってきたのか。まあ持ってきたというか、いつも学校で使ってます。おい、何に使ってるんだ？基本ネットサーフィンです。ネットサーフィンって何見てんの？ミクシーです。あ、流行の波に乗れてない。ごめん、先生のパソコンちょっと調子悪いから、もう少し待ってくれる？先生、僕の MacBook 使いますか？コンピューター室の古い PC よりスペックは高いと思いますよ。まあ使い方は少し Windows より難しいと思いますが。あ、本当に？じゃあ使わせてもらおうかな。じゃあ授業を始めます。まず検索の方法。この検索履歴なんだ？おっぱい、乳輪、大きい、巨大、大きい。あ、めっちゃでかさ重視。巨乳好きならバレたよ、絶対。これ、お前の検索履歴だよな。え？ああ。ああ、お父さんだ。お父さん語彙力皆無。もう父親じゃん。あ、お父さんか。なるほどな。その下もか？熟女、誘惑温泉。これ、絶対君がオナニーの時に使った動画じゃん。あ、お前が一人であれする時に使ったのか。あ、ごめん。あ、それ使ったのは僕じゃなくて、じいちゃんです。おふじじい。その下の履歴はおじいちゃんじゃないよな。ロリ、処女ってあるけど。おい君、幅広すぎだろ。なんか言い訳しないと。あ、いや、最近の PC は勝手におすすめのワードを検索するんで。おふ自動ポルノ。MacBook ってか。おい、長い嘘つくなよ。変態じゃん。あ、なんか弁解しないと。あ、でも僕、3次元の女子にはマジで興味ないから。あ、二次災害起こしてる。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。